表参道のちょっと裏手に入ったところにコーヒーの専門店があります。私はコーヒー詳しくないんですけども、おもてなしをする際にお相手がコーヒー詳しかったりすると何をどう選んでいいのかわからなくって、で条件がこんな感じでっていう風に専門店の人に投げてどの豆がいいか聞いてみました。しながらこういう感じがいいかなっていうのをちゃんとご説明するので、はい、じゃあ、あと何をお伝えすればいいですか、ね、そんな感じで。ああ、もう全然十分です。はい、はい、ちなみに、はい、1バッグが、はい、あ、全然写真撮っても大丈夫ですよ。これなんで色が違うんですか、パッケージ。カラーリングが焙煎の度合いなんですよ。ちょっとイレギュラーもあるんですけど、はい、真っ黒のやつとかは、ちょっとめちゃめちゃスペシャルな、おしゃれ、お豆をね。はい、はい、あ、じゃあなんかおすすめありますか。はい、でちょっとね、先にこれ見方を説明します。あ、そうですね、はい、こんにちは、ちょっと待ってください、こちらで。これ下が深入り、はい、で上が浅入りになるんですけ ど、はい、下に行くと、まあ、焦がすわけなので、はい、まあ、苦みが出るんですよ、はい、でこっちの方はあんまり焦がさない分、はい、フルーティー、うん、でちょっと酸味っていう感じなんですけど、はい、じゃあさっきのその酸味と苦味、ね、真ん中じゃあ選べばいいのかっていうと、はい、うん、ちょっとね、話聞いてるとここじゃない方がいいかなっていうところなんですね。メニューで言うと確かに酸味と苦味は半分半分って言えるんですけど、はい、結構一般的に喫茶店とか、コーヒーのチェーン店とか、はい、あとはまあスーパーのコーヒーでもいいし、コンビニのコーヒーでもいい、はい、前からあるコーヒーって、はい、まあコーヒーのイメージってどんなで、どこがどうなって聞かれてるわ。多分皆さん口を揃えて、苦味って。苦味ですね。そうですよね。はい、苦味はありますよ、うん。いくら嫌なそれが苦味じゃないかって、はい、完全に苦味。なくないって言います。コーヒーじゃなくなっちゃう。あの苦味はそもそも焦がさないと出てこないとこなので、うん、でじゃあこのメニューのどこら辺なのか、うん、一番下のか、もうちょっと深い。これ枠外があるってこと、ここにはコーヒー置いてるわけじゃないですよ。一般的に出回ってるコーヒーはちょっと横見えます。うん、これ対応してますか。色が違いますね。対応してるんですよ、まあ、一番下の段よりも、もうちょっと深いも出してるところも結構変わるんですよ。お客さんはコーヒーの私実はですね、そこまでなんだろう、コーヒーに詳しくないけども、コーヒー牛乳とか、あと申し訳ないんですが、紅茶の方が飲むことがあって、ウバ茶がロイヤルミルクティーに合うらしく、ホテルの人がそうおっしゃるので。はい、コンプレックスっていうのはやっぱりこうオプションロットっていうのはそういうところが違うかなと。ちょっとね、はい、これこの一番下の深入りの冷たいやつなんですけど、あったかくなるともうちょっとね、しっかりした印象にはなります、はい、ただすごいね、口当たりのいいコーヒーなので、いやにも苦味は残らないですけど、ちょっとこれ飲んでみて、これです、ガチや、はい、めちゃめちゃうわ、いいかって感じじゃないですか、はい、でもこのコーヒーは一番の右下のやつですね、あれだけちゃんと焦がしてるやつ、深入りなんで、深入りには寄ってるんですけど、口当たりがいいものは苦味が最初ピュッてきてもスッていなくなってくれるので、はい、で今飲んでいただいたのはちょっとこうジューシーなね、果実味のあるコーヒーなんですけど、でもすごい香材が酸っぱく出てるってわけじゃない、でもちょっとユニークとも言えます。じゃあ、今日いくつか買おうと思ってて、まず1個目が、はい、これの持ち帰り用っていうんですか。おお、お好きでした、はい、あ、これ、はい、これなんか大丈夫って言われそうな気がするで、あ、そうですか。はい、でこれが1つ 150g であのサイズですよね。これが1個と、ちょっとバリエーションを、そうですね、はい、どうしたらいいで、それに対してちょっとコーヒーらしい、はい、これをご家族で何人かで飲むって感じなんですよね。なんか奥さんと子供たちとか来た時になんか振る舞いたいって言ってました、はい、あ、なるほど、はい、一般的に飲まれてるコーヒーにちょっとこうキャラクターが近づいて、なんかさ、で皆さんが飲んで、うわすごい親近感もあるなとか、うわ飲みやすいな、これこれみたいなのが、一応ここかなと。ケルインヘルト、はい、
これって今と同じぐらいの焙煎の度合いなので、これが全然家に苦味感じなかったら、苦味はあるんですけど、あのちょっとねおとなしい印象になるんですよ。もちろん果実味があるんですけど、まあないタイプです。ちょっとこう、あの、まあ、相手たとえるのはチョコレートとかナッツよりも落ち着いた感じ。一般的なやつはね、ちょっとこっちに近づくので、今飲んでいただいたやつはユニークなんですよ、どちらかというと。そんなに個性的すぎる気もしなかったです。そう、あの、ユニークってあえて言ってますけど、別に飲みづらいわけでは全然ないので、そう。でも一般的なコーヒーに比べると、こうやってあの果実味がね感じれるものってあんまり多くなくて、そしたら今日とりあえずこの X と、はい、あれこれはそれにしてみます。あ、 W ですね、はい、150g 150g を持ち帰りたい、はい、かしこまりました。で両方とも引いちゃって大丈夫です。引いてください。ハンドドリップで入れてますというと、あ、あの向こうの方がですか、はい、なんか知ってたりしますかね。いや、なんかいつも引いてとは言われたんですけど。あ、なるほど。まあ、だいぶ上がったことない。だと、はい、あのハンドドリップって言ってこう手で飲むものか、はい、あとはコーヒーメーカーか、はい、あとはフレンチプレスみたいな、紅茶よくメニューが入ったら入れるやつ、はい、そこまではやってなかったと思います。あ、そうなんですね、はい、まあ、多分そしたらコーヒーメーカーなしはドリップだと思うので、はい、まあ、あの引いてたとして、はい、まあ、ドリップの引き目ってあのエスプレッソ、はい、ちょっとこうガチャッとこう頑張ってやつでやらない限りは使える引き目なので、はいはい、それで引いておきましょうか。ありがとうございます、はい、すごい詳しい。さっきの2つはもう浅いだったんで、うん、結構ジャバジャバ想像で、はい、あとね、ちょっとあの、おすすめの、はい、今彼がやってる、ああいう手で入れるタイプと、はい、あとはコーヒーメーカーでも、両方とでも使えるあのレシピ、おすすめのやつ、ありがとうございます。計算時間も40分くらい。コーヒー詳しくない人でも、もう全然、本当詳細まで教えてくれて、どういう風に選んだらいいか分かりやすく解説してくれて、さらにこう、出し方、どんな方法で、抽出するかっていうのもアドバイスくれたりします。やっぱりね、自分以外の人でコーヒー通がいる中でおもてなししなきゃいけないって時は本当にね、ここ助かるんですよね。私よくわからないんですよね。紅茶派なんで、そのコーヒーの苦味とか酸味とかが苦手なので、何がいいのかっていうのを、まあ、事前にできるだけリサーチするんだけど、それでもね、まあ、外れちゃったりするとね失礼かなっていうんで、もう相当考えて相手さんの周りの人から情報を得て、それでもうベストなコーヒーをここでセレクトしていただくっていう方法にしてます。まあ、あの引いていくと、あの引き目の心配がもういらなくなるので、はい、あのかなりこうお店の味に、ね、近づけられるようになってます、はい、いいですよね。結構引き目って大事な要素なんですよ。なんかせっかく美味しいね素材があっても、はい、引き目間違えただけで、はい、こうまた味わいがね変わりやすいし。これね、相手様の好みの特徴を事前に私から聞いてるから、その人に合うであろう、まあ、お湯の、まあ、温度から、なんだろう、抽出の時間とか、そういうのもね考えながらアドバイスをシートに書いてくれてます。この上にですね、はい、あのいろんな名前がこう書いてあるんですけど、はい、これあのこのお豆を焙煎してるお店の名前、はい、まあ、ロースターって呼ぶんです、はい、であの東華堂コーヒー、これあの福岡のロースターで、あのかつあのオーナーさんすごい有名な方で、あの焙煎の分野の世界チャンピオンの方がやってます。すごいお店。コードブラックってかっこいいですね。そうですね。ね、ドラマ好きだったんですけど、結構すごい。これあのオーストラリア、メルボルン。電動は使わないですよね。そして巾着が可愛い。そう。そうですね。結構たまにあの全種類買いするから。いいですね。インスタ映えする。そうですね。まあ、この色っていうのは深入り、はい、まあ、こっちから一応浅入りで、ちょっとこれを切ってて、まあ、の差し上げるやつなので、まあ、ちょっとさらっと切っていただければいいかな。これ上からコーヒーの量、はい、あとはまあお湯の量とかも書いてあるんですね、はい、でまあ、これは割合のことです、はい、あとは抽出時間、これ秒で
書いてあるんですけど、はい、まあ、3分ですね、180秒、はい、で、まあ、ゆっくりこう入れる、はいはい、で、お湯の温度が90度、はい、で、引き目はもう両方とも一番美味しい引き目で、はい、引いてあるので、はい、大丈夫です。これ1杯分ってことですよね。そうですね、基本のね、はい、はい、分かりました。じゃあ、ありがとうございます。プレゼントでコーヒー好きな人がいたら、自分があまり詳しくないから。ああ、もう全然ね、大丈夫ですよ、はい、僕たちは結構そうやってやっぱお土産とかね、プレゼント需要で買いに来る方いるんですけど、はい、相手のお好みがわからない、全然大丈夫です。あの、大体なんとなくお話少し情報がもらえれば、あの、できるので、はい、ありがとうございます、助かります。まあ、特に大体の方がやっぱりまだ深入りを飲んでるんですよ、うん、こっちって本当結構最近のことで、まあ、今のうちの新しいあそこのお店行ってますっていうのが分かれば、確かにプレゼントだったらこっちもありかなと思うんですけど、最初はね、こっちの方の方がまあ間違いはないかな。ただ、まあ、さっきお客様が僕にくれた情報でも十分大丈夫です。特にこっちなんかは本当にもう間違いないようなコーヒーなので、まあ、セーフティーとちょっとユニークなものでこう違いがね、つけて面白いかな。